ゴールドディガーニュースインニューヨーク。はい、どうも、カパ園長です。じゃあ、最後はね、デガーニュースいきましょうかね。またなんかね、まあ、とりあえずこの小諸夫妻がね、またこの人と金を動かして、ね、けしからんことを企んでいると。昨日ほら、なんかこの帰国のこのね、ちょうどいい、タイミングとね、なんかこの理由付け、ね、いかがなものかな、みたいな。で、そこでチラッと出てきた、この、いよいよこの誤解人報道、ね、この子供ができたっていう、妊娠出産話で、このなんかもう、ご利用しするみたいな。だからほら、子供に罪はない的なあのノリで行くっていうね。まあ、いよいよ、てかもう妊娠してんじゃねえのっていう話じゃないのかなって僕は見ましたけどもね。まあ、あくまでも、このマスコミの発表ですから。まあ、話、今日はどれぐらいにしておきます？ 20 分の1ぐらいでいいですか？まあ、なんかこの、まず小室夫妻がね、この在米総領事と、まあ、密談するんですよ。この試験前にね。何の踏み込んだ相談みたいなの書かれてますけどね。司法試験のね、3度目の正直に、なんでこの総領事と、ね、なんかこの密談する必要があんのって。まだ、この、あれですか、ロイヤルチート、ね、もう一回、ね、3度目はなんか、聞いてくれんじゃねえのみたいな。そういう話かな。で、2回以上の再受験者の合格率なんていう話が出てくるんですけども、だからさ、ね、何度も言ってるんだけど、ね、全部嘘だったんだからもういいじゃんっていう話だよね。一応7月末、司法試験受けるってことになってますけども、出川さんがね、再々挑戦を控える背水の陣、この間も背水の陣って言ってたじゃんな。の、小室圭さん、そんな中、眞子さんについて新たな動きがあると。だからもう出川さんのこの試験の話は、まあ、とりあえず置いといて、みたいな。だからもう、あれですよ。ね、この子育てだよ。ね、もう、妊娠してるんですよ。おそらくは。で、実はこの在ニューヨーク、森総領事も交えて今後についての打ち合わせを進めていると。だからこれも理由にして、このなんか試験回避みたいな。ね、なんか自分のこのキャリア、ステータスよりも、ね、我が子を取ったみたいな。まあ、美談をこのなんかこうね、垂れ流し始めるつもりなんじゃないの？で、すでに2回受験に失敗している小室圭さんにとって、7月末の試験は絶対に落とせないが、今回の挑戦は厳しいものになりそうだと。で、またこのリッキー徳永さんが出てくるらしいんですけども、毎回ご苦労様だよね、ほんとね。で、ニューヨーク州の、これはリッキーさんが言ってるんですよ。ニューヨーク州の地方試験では、やはりネイティブスピーカーでない人が合格するのが難しいと。英語の論文で優勝とか準優勝とかしてたじゃん。語学の壁なんてね、この壁じゃないみたいな。ね、ディガーさんにとって語学ね、この壁じゃないって言ってたじゃん。受験する前は。で、昨年7月の試験での初回合格者の割合は全体の 78% ですが、外国人の合格率はわずか 46%、2回以上の再受験者までは 17% まで下がりますと。おお、どんどん勝手になんかこう門狭めてるぜ。だって1回目の試験、ね、一応ね、この同級生とされてる、ね、だってディガーさんだけだぜ。クラスメートで滑ったの。だってね、同じようにこのね、フォーダムでね、この授業を受けていた仲間の中にはさ、ね、全員アメリカ人だったわけじゃないよね。確か違ったはずですよ。だってクオモロー K さんはどこの国の人でしたっけ？ね、語学の壁言い訳にしてるようじゃもう話になんないよねって何回言ったっけ、これ。またこんなこと言って、このなんかこう援護射撃のつもりか。それはちょっともう通用しねえべ。でまして、小室圭さんはロークラークの仕事を抱えていて、弁当受け取り係が、勉強時間がものを言う試験では不利になりますと。大変なんだってさ。で、そこで出てくるのが総領事館が全面サポート。ね、なん領事館で勉強すんの？仮に次回も不合格となれば、ね、もうね、いいじゃん。もう全部嘘だったから、この受ける受けないがもうそもそもどうでもいい話になってくるっていうのはもう、とっくに国民にはもうバレてると思うんだけどな。ね、勤務先の解雇が現実味を帯びてくると、そんな中、天子さんの生活にある変化が、ね、ここで出てくるおめでた話ですよ。
結局これでゴリ押しするしかねえんだろやり口としてはどうなんだそれ、うん、で、ニューヨーク総領事館には現在眞子さんのお世話する専門の外務省女性職員が配置されてるが全然一般人じゃねえよな現地の事情に詳しい人物がこんな近況を打ち明けてくれたと、また怪しい出所の怪しい話ではあるんですけども、結構ここはね信憑性高いんじゃねえかなって思いますよね。この誤解人報道そろそろ出てくるんじゃないの本当に、現在小室祭は担当の女性リエゾン、これなんか情報連絡員というのはさっきのあの専門スタッフですよね、はもちろんトップである森総領事も交えてある打ち合わせを進めている。それが、眞子さんのおめでたに向けてのガイダンス小室夫妻はかねてから、お子さんをこの欲しており、いわゆる妊活を続けてきたと言いますと。だからもうこんな話が漏れ出てくるってことはもう多分ね、とっくの昔に妊娠してんじゃないの、てかもうお子さんいるんじゃねみたいな。で、二人の意向を受けて、ね、総領事館でもそのような状況になったら教えてください。病院紹介などで支援しますといった案内をしていると。ね、随分踏み込んだ領域の話ではあるが、ね、総領事館の仕事の守備範囲は国民が思うよりも広いようであると。だからもういよいよもう一般人、一般人夫婦でも何でもないよね。普通にもうなんか皇族、ね、この皇室、皇族特権、ね、まるっとこのしゃぶり尽くす、ね、もうなんだろう、準皇族っていう言い方は適当ではないのかもしれないですけども、まあ、要はこのそういう立場、ね、この特権は利用して、ね、でもこの自分たちの都合が悪くなったらね、いや、一般人なんでって、そういうことだよね、使い分けてるわけじゃん、ね、最初から分かってましたけども、これで国民から理解を得ようっていうのがね、うん、いい度胸としか言いようがないですよね。まあこんな状況が延々続くわけですよ。ね。でも子供ができたら、うん。まあある意味もう大勝利じゃないですか。特にディガーさんにとっては。ね。もうだって、うん、そうなったらもういよいよどうする、どうする、どうする、こうするもないんですけど、まあもう盤石じゃないですか。ね。ディガーさんにとってはもう婚約からの、結婚、だからまあ入籍、この時点でもう大勝利は大勝利ですけども、さらにそれにこのね、子供がいるってなったらさ、ね。うん。いよいよ経殿下みたいなそういうノリでもう上から目線でね、もうあの勘違い連発じゃないですかやりたい放題だろうね、うん、で、うん、ね、もうだからもういよいよ政府もね、この外務省宮内庁ね、この政府もね、役所もね、もう全部一切合切グルになってこの2人を税金で食わしていくんですよ。だからそれが3人に増えるって話ですよね。まあ3人じゃなくて4人かもしれないし5人かもしれないですけども、うん、舐めてるとしか思えないよね。だからまあ現実実際舐めてるんですけども、仕事してないんですよ。ね、収入の目処、ね、収入の目処は立ってますけども、ね、それはだって一般人夫婦じゃないからそういうことができるんでしょ。じゃなかったらこんなことできるわけないじゃんね。うん、え？だって、あ、なんだっけ、この間のこの渡辺さんの話でさ、おにぎり1個いくらっつってましたっけ？ 600 円でしょ？うん。だってあの、サバの塩焼き定食がね、4000円近くするんですよ。うん。しかもそれ高級店とかじゃないですよ。ね。そもそものこの物価が上昇しているから、ね、うん、そこそこのお店でね、あの、そこそこのもん食おうと思っても、それなりにね、今まで以上にお金がかかるっていう、そういうことだったじゃないですか。そんなところでね、仕事もせず、ね、税金使う、だって仕事してないのにどうやって食ってんだよって話じゃないですか。ね、うん、だってもう貯金の1億なんてもうあっという間にこの使い果たす計算はもうバレてるわけでしょ？うん。警備費用、いくらだったっけ？あ？ね、いい感じ、このクソつまんねえ嘘つき続けて、ね、うん。なんかこの、なんか自己正当化というかさ、大変なんですよ、苦労してるんですよ、みたいな。うん、そんな、なんかこう、なんかもうなんちゃって、おなみ、ね、ロイヤルお涙頂戴話は一切通用しねえんだけどな。さあ、予定日は何月なんでしょうかね。年内はまあ、さすがにないとして。まあでも、そう遠くない近い将来。うん、だからまあ、それを理由に、うん、あるいは、ね、まあ、身重なんで、奥さんが。ね、うん。まあなんか、ニューヨークよりも、ね、この日本国内で、みたいな。うん。まあ本当に多分近々ね、そういう報道ね、飛んでくるような気がしますけどもね。うん。
のんきを通り越してこれなんだろうね。ほんと仕事もしないでさ、うん。いやもうけしからんどころじゃないでしょう。ずっと言ってますけども。いいんですかこんな状況を許してて。おかしいと思うけどな。だからもうどんだけこの日本社会があちこち歪んで、あちこち腐れ落ちて、ね、うん、我々日本国民、日本生まれ日本育ちの日本国民にとって、都合が悪いというか、生きにくいというかね。そういうこの社会でこのいつの間にか作り変えられてしまってるっていう、なんかこれもある種歪みの一つだと思いますよ。こんなことがまかり通るなんておかしいでしょ、どう考えてもね。うん。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。